日どうする？どの魂に触れる？ずいぶん経ってたんだ。正確な日数はわからないけど、このエリアから大人がいなくなって大体100年くらいと言われてるわ。100年、全然ピンとこないな。じゃあそろそろ飛空艇に。うわな、何？何か用なの、バハムート？ディアバビロって呼んだ方がいい？我が神明を祈願に他者の前で呼ぶやつがあるか！どういうこと？会うのは100年ぶりってわけだけど、このバハムートとは顔見知りなの。この悪魔のしもべと？しもべ？ごめん、それって多分ランとレーンのことだよ。なるほど、あのガキだ。は？ランとレーンが大群の悪魔なの？ミツカイたち、特にセグリワですが、赤の予言を作るときにやった脚色なんだと思うけど。でも青の予言でも最初から悪魔のことは書かれているから、もしかしてこの二人それを読んでたの？レンなら読んでたかもしれない。そうだけど、むしろランが面白かったりしたら、なんか伝説のイメージがどんどん忘れてきたわ。何にしてもあの二人が大群の悪魔なんて呼ばれたのは、結局あなたたちが調子に乗って好き勝手に暴れてたからじゃない。そんなことより見つかいどもだ。長いこと封じられたのは仕方がないとはいえ、あのブレンディレスがバハムート軍を名乗り、この世界の王となっておるなど我慢ならん。奴らはどこにいるのだ？それを聞きに来たの？でも奴のそばに100年近くいたからわかるけど、ディア・バビロ、あなたじゃブレンディレスの足元にも及ばないよ。なんだと？エクスナインナイツ、聞いたことあるよね？外世界の神、我ら源氏、そして人間の結合体。外世界の神？源氏？何なのそれ？青の予言の原書に少し書かれているの。抜粋するとこんな感じ。無の中に光と闇が生まれ、光は幻の獣を生み、闇は魔の王とその間の人を生んだ。世界を包み、さらに外の世界も侵略と破壊のみを糧とする神あり、その神無と有の両を持つ意思通じぬ神。ある世界でできたほころびは、幻の獣を人の身に封じる術をもたらした。しかしそれは外世界の神とも通じるほころびだった。その外世界の神がミツカイたちだっていうの？正確なことは分かんないんだけど、そもそもこの予言が語る意味や彼らの本質は一切伝えられていないから、だからあまりにも不確かなこれら序の部分は原書のみに残され、直径にだけ受け継がれたの。じゃああなたです？うん、一応初代召喚師の直径、そして最後の大人の召喚師ってことかな。でもあなたたちにも召喚の技術は伝わってたみたいだから、少し安心した。なら貴様はブレンディレスはX9ナイツだと言いたいのか？ええ、そうよ。彼は原書の神話に書かれている次元を超えた存在、ある意味神と呼んでいいのかもしれない。あなたの知っているブレンディレスとは全く別物よ。
今のあなたじゃ触れることすらできないわ。認められぬ。そのようなことはありえぬ。ブレンディリスがどのようになっているかなど関係ない。我こそが真のバハムート王、ディアバビロナリー。もうすぐ切れるのは相変わらず。ちょっと急に。これは、うわぁ、伝説の悪魔って。どけ。もう私は私のことあんまし思い出したくなくなってきたよ。でもなんかアウィン姉さんが言うには、うちらの悪行の大半はこいつらが作ってたっぽくない？うん、ザーケイウーナー。これはどういうことだ。相変わらずすぐに未来をするのやめなよ。なんじゃと。それと見つかりどもにお前が叶わないのは本当だと思うぜ。なら繋がる心が、まずは貴様らを。俺の力だ。我の強さを証明しろ。
バカな。これほどの差はなかったはずだ。多分俺らもう前より強くなってるぜ。今って2周目みたいなもんだし。ねえティアバビロ、私らあのブレンディレスと戦うよ。一緒に行けば一石二鳥じゃない？負けた者に選択肢などなかろう。好きにしろ。私たちが勝ったの？悪魔のしもべに？なるほど、ランとレーンがまたしもべにしたみたい。え？ランとレーンが？どうやって？わかんないので、今度二人に聞いてみましょう。